まずは一般の人と休みが合わないというジョッキーの1週間を見てみましょう。月曜と火曜が休日、水木は調教と呼ばれる馬のトレーニングに騎乗、そして土日はレース。騎手はレース前日の金曜日から調整ルームという宿舎に缶詰になり、外出は一切禁止。そのため週末にプライベートな時間がないんです。土日がやっぱり仕事だから、で月火休みでしょ。で月火休みの仕事ってさ、そうないんですよ、美容師さんとか。なんかそこはあれですかね、ちょっと、うん、苦労じゃないけど困るとこ、うん、そんな騎手にとって一番の苦労は、いや怪我じゃないですか。12、3年前に落馬して、その時に馬に踏まれて、まあ、左の腎臓が全部破裂しちゃったんで、それを摘出したぐらいですかね。よかったら2つあるやつの1個で、他は1個しかないからさ肺も2つあるかでも腎臓は1個でも大丈夫らしいから、ラッキーでしたよ。だから時速60キロ以上で走る馬に生身の体で乗る、危険と隣り合わせの仕事。いや怖くなったらもう乗れないですね、うん、でもそれ以上にそのなんでみんなやってるかって言ったら、それ以上のものがあるからやってるわけで。やっぱりあの G1 レース勝った時なんかは、まあ大きいレースだと10万人以上入ったりする時もあるし、まあああいう歓声をね感じてしまうと、うん、やめられないっていう人は多いですね。やっぱ最高ですよ、 G1 勝って一人で帰ってくる時のあの歓声を独り占めできるわけだから、うん、その一方で背負うものも大きいと言います。やっぱ馬はもう生まれてすぐレースに使えるわけじゃないし、早くても2年半かかって、それまでにすごく多くの人の手にかかってるわけですよ。生産者の人、それを育成してる人で、厩舎入ってから調教してる人で、馬主さん、持ち主の人、それいう人たちのバトン最後受けたのが騎手なわけで、まあ、その結果次第でみんなが喜んだり悔しがったり、場合によっては怒ったりするわけで、だから非常に、うん、責任重大な仕事ではありますよね。